その材料を使った食品で地域の魅力を発信様々な商品を仕掛ける企業から届いた未来への頼り基礎町のアルプス物産漬物や惣菜などの食品を業務用から個人向けまで幅広く製造・販売しています創業が1968年、えー、約56年になります 私で社長が4代目なんですが、当初に比べますと、使用量だとか、販路は相当大きくなっているかと思います。業務用と言われるものですね、あの旅館さんだとか、ホテルさん、あのチェーン店さん、こういうところで使っていただいているところの拡大もございますし、あとはまあお土産商材ですね、それがだんだんまああのおうちの売り上げの比重にもなってきていると。こちらは業務用の商品、わらびの水煮を瓶詰めにしたものです。 わらびを使った商品なんですが、鍵わらびという商品でございます。やっぱり春崎、えー、弊社の一番のメインの商品になってくると、当社の鍵わらびにつきましては、まずはあの瓶詰めをした時の見栄えというか、非常に綺麗に二段に詰まっております。揃ってるんで使いやすいとか緑も綺麗に見えるので非常にまあ使いやすいよということで大思いいただいております。 個人向け商品のメインは基礎特産の漬物、スンキ原材料となる赤株の自社栽培に取り組んでいますやはり基礎しかないということで無縁の発酵食品ですので、えー、全国どこにもないものということで頑張っていいるところでございますなるほど海田高原に向かう国道沿いに構えるのは直営店の漬物茶屋。 こちらは自社で加工した寸んをふんだんに使ったどんぶり。そばの上にたっぷり乗ったきのこも自社で加工したものです。漬物や惣菜の試食コーナーも設けて、さまざまな美味しさを PR しています。やはりあの弊社のあの漬物を味わっていただいて、知っていただくというのが一番の目的ではございますね。 気に入ったものを売店で買って帰る観光客も多いといいます。やっぱり売れ筋売れないものいろいろ分かってきます。ですのでやっぱりそういうものをもう一つの材料にしましてあのいろんな商品展開を図っていっているっていうことがございますね。基礎の中での材料を使った商品開発っていうんですよこれね。そういうものをやっぱり重点にやっていきたいなということは考えております。 我々も一つ非力ではありますが力になって基礎を盛り上げていきたいという気持ちですね。